カーはですね、BTDJ が提供します、電気配列登録システム、これはウェブ上で動きますので、名称、さくらですね。花見でやってるさくらを同じですね、さくらと言います。これを実際に使っていただいて、登録の体験をしていただこう。で、前半ちょっとこう、やり方を説明しながら、皆さんも覚えているという内容にしていきます。で、お手元の資料、ちょっとページが多いのはですね、目次を的に入れております。PDF、お手元に持っている PDF 版は、基本的にさくらの内部で提供するページ遷移ですね、もう全部網羅しておりますので、そちらを見ていただいてやっていただければいいんですが、さくらというのはですね、登録するとき以外は、今回名刺を使うんですけど、名刺用というのは、特別にそのインターネット公開しているわけでございません。で、今回、あくまで講習会用で名刺用のさくらが使用できるということですので、その点はすみませんが、ご承知おきください。で、さくらというのは、BDDJ が提供するウェブブラウザ経由で入力できる登録システムです。でこれは、ウェブ版で数件の単位ですね、例えば1個の遺伝子の機能についてプロダクトをつけて報告したいと、でそれを論文で、アクセッションパンが必要なので取りたいという場合、その場合に、ウェブ上で見てもらって、登録すると、アクセッションパンがもらえる。で実は DDBJ ではもう一つ大量登録システムというのをやっております。簡単にはこちら DSP とかゲノムファイルですね。であるいは、変数は少なくてもミトコンドリアとかクロロプラストゲノムでフィーチャー数が多い、遺伝子数が多いパターンで入力が大変長いとか変数1個でもファイルサイズが大きいとか、こういう場合は大量登録システムというのがもっとあります。で、どちらで入力するにしましても塩基配列は最終的に公開されます。で公開されますと、DDBJ から公開されても、全部アップエンドになると、公開データは共有される。なので、よく間違う方は、全版とアクセッション番号ということを言われる方がいますが、DDBJ から登録すると、DDBJ のアクセッション番号を発行で、シリンドルから登録すればエンドでアクセッション番号を発行できます。で、それぞれ公開データが共有されますので、DDBJ で登録しても、こちらのデータは、全部お互いどこから見ても、番号を打ちたりすれば、塩基配列は公開されている塩基配列データを取ることができるというものです。でちなみに、これ、大量登録システムの、紹介です。アノケーションファイルとファスタファイル、大量登録システムではなくて、ファスタ、塩基配列とこのアノケーションというのは、ね、サブミッターの情報と遺伝子の、アノケーションというのは日本語化してないんですが、生物の中身の情報とか分子生物学的な遺伝子の内容ですね。簡単に言えば遺伝子名とかプロダクト名とか機能が入ったものを分けている。で、大学登録フォーマットではファスタファイル形式の部屋に情報をつないだものと、でタブ組み方式で書いているファイルを作っていただくものがあります。で興味のある方はお手元の資料でこちらを検索していただければ、説明がご覧いただけます。もし必要がありましたらこちらにクリックしてメールをくださいは申し込むことができます。で、データ登録公開までの流れなんですが、例えばさくらから登録すればじゃあすんなりアクセッション番号が出るかというと、実はですね、我々が査定しております。でまず来ますよね、さくらから登録されてきました。そして DDBJ のサーバーに入りまして、我々がその中身を見ます。で登録者にこれはおかしいなと思ったら、入力がないとか、これもうちょっと書けるんじゃないかとかですね。で例えば、論文のリファレンスに、この遺伝子名とか、プロダクト名らしきものが書いてあるな。肝心の入力内容に人とかプロダクトがないとかっていう場合は、登録者にメールで聞きます。でこれが結構ですね、例えば、結構な、何パーセントっていうのは統計出してないんですが、私の経験上だと10件あれば、4、8件ぐらいは、なんだかんだでメールをします。
で、これを問題点がなくなるまで繰り返すと。で、これでまあクリアできたなという時点でアクセッション番号を通知します。で、これも E メールですね。基本的にあの回答は E メール、質疑の音は E メールで、たまにこの E メールアドレスが古くなっちゃったりですね、登録あのコンタクトが取れない場合はファックスを使いますが、基本的には E メールを使います。で、アクセッション番号が発行されますと、データの公開というのは即公開と希望される方と、でこちらはでですが、まあ、少数派ですね。でほとんどの方はやっぱりこの論文がアクセプトされるまではホールドしてくれと、まあ、非公開にしておいてください、あるいは論文が出たら連絡しますのでその時に公開してくださいということになります。で、今ほとんどの方はこちらになります。で、DDBJ、まあ、フラットファイルといいますが、国際キャリスデータベース、DDBJ エンブルジェンバーになりますが、そちらで交換している基本フォーマットというのは、フラットファイルと呼んでいます。DDBJ のフラットファイル、実はその DDBJ タイプと、フラットファイルの、まあ、3種類、DDBJ タイプと、ジェンバータイプ、エンブルタイプと、まあ、それぞれちょっとずつ違いますね。今、それぞれの、まあ、局、あの、それぞれの、まあ、例えばあれかとしめ知りませんが、まあ、発生、まあ、表現のようなものと考えてみてください。DDBJ のフラットファイルですと、まあ、セントローカスというところから始まって、デフィニション。で、これには塩基配列の概要、生物名ですね。生物名、典型的なパターンは生物名、遺伝子名の、これ分子種、mRNA だったら mRNA で、ゲノムだったらジーンというところになります。で、プロダクト名で、パーシャルシーエンスとか、コンプリートシーエンス、パーシャルシーエンス、そういう名前が出てます。で、実はこれでお気づきの方がいるかもしれませんが、大部分の塩基配列のブラストで出てくる、ディスクリプションがありますね。ブラストの結果で、現れる戦闘のところにこういうのが当たりましたというのは、塩基配列のここを抜いてくることが多いです。というのは、ここを見れば大体この配列が何を持っているかというのを表すからですね。で、続いてアクセッション番号とバージョン番号というのがあります。で、これが今アクセッション番号ですね。論文表でまとめられます。で、すぐその下にバージョン番号というのがあります。バージョン番号は公開されるのが必ず .1 がつきます。で、.2 になるのはどういう時かというと、この後修正更新があって、塩基配列を差し替えましたと。塩基配列が変わると、バージョンが .2 になる。また変われば .3。例えばリファレンスの更新だけあると、リファレンスがいいとか、パブリッシュから、プレス、公開、パブリッシュになった場合っていうのは、塩基配列差し替わってないので、更新、ここのバージョンは変わらない。必ず最初の出るときはですね、.1 ですね。で、次、キーワードというのがありますが、まあ、今回、さくらの実習でこれ関係ないんですが、やっぱり EST だと、EST の、あるいは GSS とかだと、GSS とか、それなりの、まあ、決まったキーワードがあります。で、ここに生物の分類情報と、まあ、例えばリネージですね、が書かれまして、で、DDBJ のフラットファイルですと、まず最初にリファレンス1に登録した情報が書かれる。これがですね、DDBJ タイプと JPAT タイプで、この順番がちょっとずつ違いますので、注意してくださいね。DDBJ から取れるのだと、最初に登録した情報、で、文献情報。で、文献情報、この例では1個だけですが、複数からリファレンス2、3、4って出てくる。この下にかなり長く、例えば、ちょっと私が買った大腸菌ゲノムのやつ、100個ぐらいずらーなんていうのもあります。で、コメント。で、まあ、さくらの登録ですと、あんまりコメント書かれないんですけど、プロジェクト単位でやってる方ですと、まあ、それなりの、ここのコンタクトの権利が誰になってますね。どういうプロジェクトでやりましたという形が、ここに書かれます。で、重要なのが、その下の生物学的特徴と、まあ、遺伝子、分子生物学的特徴。で、まあ、専門用語として、ここにあるラインですね。これをフィーチャーキーズ。まあ、我々よくフィーチャーと呼んでますが、フィーチャーと呼びます。ソースフィーチャー、CBS フィーチャーと呼びます。で、ここにロケーションで、塩基配列のポジションがありまして、で、
ッシュなんとかですね、これをモディファイアと言います。で、フィーチャーの下にモディファイアが書かれています。で、モディファイアはバリューを持つものがあるということですね。で、最後に配列情報。で、最後、ここが集団子ですね。これは記述ですね。で、配列情報は必ずこのセットのオリジンというところがありますので、もし配列が長すぎて見にくいという場合は、例えば配列前にアップしたらオリジンという大文字で検索して、ここまでジャンプできるというものです。で、登録に必要な情報というのが、これは登録者側で用意していただかなくてはなりません。もちろんこの登録者情報、これはコンタクトパーソンというまあ BGBJ と連絡を取っていただける人とその E メールアドレスで、できればファックス番号も書いてください。というのは E メールアドレスですと、よくこの世界ですと人の移動がありますので、登録した時点では連絡取れるんですが、そのまま例えば文献を更新できるときだった場合、こちらから1年経った場合ですね、こちらからその E メールアドレスに連絡しても、もう移動されましたとか、今これは使われてませんとかありますので、その場合、ファックス番号の方、研究室の方が多いですので、その研究室等のファックス番号を打っていただければ、E メールの場合にファックスを使って連絡します。で、所属名、登録者名、もちろん英語です。データ公開予定日、または即日公開する。公開、まあ、ある程度ホールド、一定期間に公開とする場合は、その公開。期日ですね、設定だ。もちろん遠景配列で、文献情報で。文献情報ですが、論文準備中の場合でも、仮のタイトルでも構いませんので、書いていただくということになります。で論文を書かない場合でも、その配列に見合った適切なタイトルを何か考えていただいて、書いていただくということになります。で例はこのようなものですね。で、今日はですね、こちらですね、Google サイト、こちらにアクセスしてください。練習、さくら実習用のページになります。PDF をお持ちの方は直接クリックいただければ、ページが開きます。大丈夫ですか？するとですね、さくら実習用の、まあ、ING ってページが出まして、さくら ING ですね。でこれが今回使う実習用さくらの URL ですね。で、もう一個サンプル、ここにサンプルってありますね。トレーニング用サンプル。で、サンプルを5台プラス1で1個、ちょっと、ある URL ですね。ちょっと面白いです。入ってるんです。で、6台。サンプルを用意しました。で、まあ、時間が後のこの講義の後で時間がある、まあ、限られてますが、できればこの部分で実習していただきたいと思います。で、ちょっと今戻ります。実際に登録を始めるにあたりましては、BTBJのホームページ。こちらから延期配列の登録というのをチェックしていきます。このページに転移します。で、最初の方はですね、できれば途中にいろいろ、我々が今まで登録の経験から、間違いやすいものとか注意したいものとかお願いしたいことをここに結構、日本語版と英語版ありますので、横に書いてあります。で、こちらのメニューをお読みください。で一番手っ取り早いのは登録の2番目ところですね。ここ。人気配列の登録の2本。ありますと、典型的な登録内容の例を、事例集ですね、あります。で、自分が一番どれに近いのかっていうのを見ていただいて、CNS の命令配列があると。
同定されている場合、まあ、人だったらホモサピエンスと書けばいいです。まあ、足があったら足の方はとか、サビスクとか使って書いていた。で、ちょっとね、どうだな。まあ、特定のバイアスですと、こうストレーニングと、まあ、セロタイプの原因がパターンを書いていたりとかですね。足が同定されていない場合というのは、ストレーニングを添えなきゃいけない。セットファクター SP ドットで止めた登録じゃなくて、まずストレーニングを添えた内容に登録するという部分になっております。環境サンプル、これも間違いやすいんですが、ちょっと今ダメな事例として誤った事例を報告します。これも環境サンプルの場合は、基本的に先頭にアンカルチャード何々 SP とかの名前を書きますね。よくこのアンカルチャーを書かないように記入されるとかの感じです。まあ、これは間違いです。こちらはですね、まあ、ユニタイプと言います。マクロニングベクター。こちらはちょっと、ゆっくり読んでみてください。で、実際登録では先ほどのトップページから桜をクリックして、トップページに移動します。で、この時間は、本番環境になりますので、こちらは使わずに、さっきこちらからリンクでいける T サグラというものですね。こちらの URL になります。ここで、練習用っていうのが見えます。これと違いますね。この講習会予定とこちらになります。で、こちらを使ってください。で、ここにも説明がありますので、まあ、適宜読んでみてください。で、使える、まあ、よく、まあ、必要なことでは、まず、ベクタースクリーニングシステム。で、登録を行う塩基配列ですが、例えば mRNA 配列、CDNA を合成して、クローニングしました。その際、アダプターとかベクターを使いますよね。で、たまにその、末端の種類が甘くてですね、ベクターなりアダプターなりを含めて登録されることがありますが、これは間違いです。必ずその末端の処理を行って、この接続ラインのとこだけを登録する。で、ベクタースクリーニングシステムのところを使いますと、ブラストでベクターの配列を、まあ、提供しておりまして、それを、まあ、使って、ブラストをベースにベクターがどこかっていうのを予測することができます。で、これは私ども内部でも使いますし、まあ、皆さんも使うことも。で、登録の見本はさっきと同じところですね。で、こちらの方はちょっと実習で一つわざとベクターをコンパイルさせたものがありますので、そっちでやってみてください。で、まあ、これからこの後の場面、画面に行きますと、実際に皆さん打ちながら、余力のある方が、やる方が打ちながら実習を進めていただけるといいかと思います。で、必ずこちらですからね。で、こうなります。これ使っちゃダメです。ブラウザーの、まあ、戻る次に進む方針、これを押すと動作は保証しません。キャッシュと本物を打たないとちょっとできなくなるかと思いますので、ブラウザーでやるのではなくて、このさくらの画面自体にあられるキャンセルやアップデートボタンを必ず使用すること。これは本番環境であってもテスト環境であっても同じです。で、さくらスタートを押して開始します。目の前にですね、さっきの IMG のページで、さっきのサンプルズフォートレーニングってここにあります。左側のサンプル1とありますね。サンプル1は資料に載っている内容と同じものが入っています。登録内容はマウス、AQP3 遺伝子の mRNA 配列。まあ、典型的な例です。で、よくなる方はここにですね、E メールとか、サンプルのダミーを用意しました。で、この時間、実習内容お願いなんですが、実はさくらでは、それぞれの登録を区別するので、基本的に E メールアドレスを区分で区分します。ですので、たまたま E メールアドレスも同じになってはいけませんので、皆さん、これ、ネームカードを持ち、ここにダミーアドレスがあるはずです。1人ずつ違います。この時間はこれを使ってください。必ず、テケテケテキはそれぞれ違って、アフと MGP っていうのはそれぞれ違ったんです、ここに。
使って、入力していきます。でまずエントリー登録の開始のスタートをクリックします。でこれさっきまあ黒いですが本番環境には入れないようにしてます。出品作業、あとはセットマリュアルの品作業です。で、最初にコンタクトパーソンのメールアドレス入力を求められます。で2つ入力します。要はですね、1個だけですとね、前よくメール入力間違いって思ってですね、登録したけど何も連絡ないとかいうのがなかったんですね。それで同じのを2つってまた途中で買いました。 でここは一瞬の間皆さんのネームプレートのアドレスを2つ打ちます。 できましたら OK をします。このアドレス宛てに我々からの連絡があります。なのでこれは絶対これ間違ってしまうとどうしようもありません。大丈夫ですか。でこのページ登録者情報の入力、これはコンタクトパーソン、いや登録者というのがあります。で登録者の定義、我々が扱っている登録者の定義というので日本語で我々の用語でサブミッターと呼んでおります。サブミッターは原則している、登録内に責任を持つことができる。我々はユーザーが質問してみたらそれに対して、答えていたり、そういうことができる方で、登録内容を変更修正するアップデートできる権利を有するのは登録者だ。第三者はこの遺伝子のアノテーションは間違っていると言っていても、その第三者はこれ変更できない。登録者自体が最終的に更新しないといけないというルールです。で、桜の間ですが、この M というのは何だというと、入力は絶対やらなきゃいけない。で、R はリコメンディットで、復唱して、なるべく書いてくださいというようなところです。で、そこに、氏名、姓、名字を書いていきます。で、サンプル登録者1というのは、これを使っていただいてもいいんですが、ここからは、まあ、E メール間違えば、各自好きな内容を書いていただいています。一人でも構いませんよ。で、コンタクトパーソンを、コンタクトパーソンのチェックを、まあ、この人がそうだったらここにチェックですね。これ、例の三島花子さんです。チェック。入れます。で、ファックス番号は、可能でしたら、まあ、書いてくださいということですね。で、フラットファイル中に今、表示を希望する場合がありますが、以前 DDBJ では全部これ、オープンに、E メール、電話番号、ファックスというのを書いていただいたのを全部オープンしておりましたが、まあ、個人情報保護という観点から最近ではこれも選択できるようになりました。で基本的にデフォルトは公開しないということになっておりますので、出してもいいよという方がいましたら、ここにチェックを、マウスでクリックすればチェックが入ります。そうすると、延期配列公開とともにそこに E メールも記載されるということになります。で、各ページに必ずヘルプがありますので、これをクリックすれば説明が出てきます。大丈夫ですか。OK をクリックしていただくと、このページ、データ公開についてのところに移ります。でここは公開連続、したセッション番号の発行を希望するとかですね、非公開とか即公開してよいというのを選びます。でこの例では、公開予定は非公開で、ここにチェックして、2010年12月7日の場合、スラッシュで2010-12-07と入力します。で、まあ、ほとんどは通常データですね。で、このまま通常データを見ます。EST、GSS とかですね、略を含むシーケンスというのを登録できるんですが、このデータは滅多にありませんので、こちらにチェックいただいて、OK を切ります。で公開原則というのをここで説明します。でここに日付を書いていただくんですが、必ずしもこの日付まで、非公開されるという意味にはなりません。これは注意してください。まず登録者からこの以前の日であっても公開しているという連絡を DDBJ にしていただければ公開します。次で登録
録者が、ここ注意なんですが、登録者がアクセッションバーを雇用したことを確認した場合、これはですね、文献とか論文とかでアクセッションが載りましたというのは、国際ピハレツデータベースでスキャンしておりまして、そこに論文が出た、論文が出てアクセッションが載ってますと、でそれまだ公開されてませんねということがありましたら、その連絡が来ます。そうすると、この論文に出ましたよということで、すでにそのアクセッション番号とそのプログラムが周知の事実なわけですね、放置されるということで、この日付の以前になっても、その処理場合、論文で、論文内にアクセッション番号が載ってしまえば、公開します。これが注意ですね。でもちろん、この日付が来たら、公開処理を行います。で、2、また、この場合は、登録者の了承を得なくても公開できるということになっております。これはちょっと注意が必要ですね。ですので、この辺の管理は、やはり登録者自身でやっていただく必要があります。でそうすると、情報入力メインページというところになります。でこの情報入力メインページ、これから、後の操作というのは、これを中心に、それぞれの項目を打っていくということになります。で続いて、アットリファレンスインフォメーション。今までこの2つは打ってきたので、ここに向かって今出てくれますね。でリファレンス、論文情報をここを打ちますので、リファレンスインフォメーションで、このページは文献情報を入力します。この例ではこうなっていますね。で、この実習用のこの例を入力しているわけです。で、文献情報リストからまず選択していただく。で、大丈夫の方はまだ準備中の場合が多いかと思います。で、リプレス、パブリッシュ、パブロンリングデータベースとありますが、実はですね、我々が、扱っている内容として、そのインプリパレーションとパブリッシュオンリーデータベースと両方はですね、フラットファイルで公開されますと、結局、ステータスはアンパブリッシュと同じ内容が表示されます。そういうわけもありまして、将来これを我々はちょっとなくそうと検討しております。で、今はあります。比べます。パブリッシュオンリーデータベースというのは論文は書かないで、配列だけ登録して公開していいという意味です。でインプレスパブリッシュとありますが、実はインプレスがパブリッシュという状況で、連携配列を登録していただいても、論文内にアクセッション番号が記載されない、インプレスの場合、ギリギリで間に合うかもしれませんが、大体も記載されないで、記載されないことになると、そうするとです、ね、その論文を読んだ方が、この配列はどこにあるのと、記載がないんだと。ということで、あまりその登録者本人にとっても好ましいことがありませんね。その自分がやった成果というのはあまり広まらないということにもつながりますので、できれば論文を準備している段階でアクセッション番号を取っていただいて、論文内にアクセッション番号を記載すると。そうすると今、電子媒体の世の中ですので、そこから論文からまたアクセッション番号、インテライズやリンクできる。そのリンクが出る。ということで、必ず、できればこの段階で登録していただく。で、雑誌名選択します。で、今回、ダミーで、これ、架空の名前ですね、DDBJ なんかでもありません。何でもチェックしてください。細かいチェックはありませんので、書けます。で、ここにリストのない場合は、アザーを選んで、その他の雑誌名を書いていただく。で、ある場合、このリストから該当するものを選んでいただく。で、年ですね。年はインプリパレーションの場合だったら、ダミーの今年から来年とか、見込みで書いていただいて構いません。で、論文タイトル。で、これ注意なんですけど、たまにダイレクトサブミッションと書いていただく方があります。で、このダイレクトサブミッションという内容は、フラットファイルに我々が公開しますと記載する内容でして、これは登録者本人から直接 DDBJ に登録があったという意味になります。でこのダイレクトサブミッションということは、さっきのリファレンス1の登録者情報に我々の方で書く内容です。なので、論文タイトルとしてはこれは書いてはいけません。で、未定の場合でも適切な内容を書いてください。で、これ声明ですね。で先ほど、フルネームで書きましたが、こちらはイニシャルだけで、名前の方は、ファーストネームの方はイニシャルだけで結構です。で、ラストネーム、声明の方は、フルで書いていただく。
マークが見えまして、先ほど書かれた場合はこの1本だとこれクリックすれば内容がまた追加した場合はアップですね、まあ、2個追加すればこれがシャープ1、シャープ2とこの下に追加されていくわけですね。で続いて延期配列の入力を行いますので、進展性インフォメーションをクリックしていただきます。で配列情報の入力なんですが、延期配列、今ブラウザーとかっていうのはマシンのコンピューター自体にメモリー搭載とかで CPU も速いですし、ブラウザーもバージョンが進みまして、まあ、桜のこのプログの大部分は多分コピー&ペーストであっても大丈夫です。だと思います。で我々の、まあ、確認している範囲で50万ベース以下まではここであっても、まあ、転送が行えるというのを確認しておりますので一応宣言させていただいています。で最低年月は20ベースペア以上、まあ、それ以下ですとね、コンタクトいただければ登録の、まあ、手順を示すんですが、まあ、登録はほとんどないですね。あまり短いのがこうプライマーとかアダプターとかそういう特定な登録になってしまいますので、その遺伝子情報としては絶対ないということで宣言しております。で20ベース系と50万ベース系ありとかを使っていた API 列情報もこれわざわざ入力いただくしておりますが、これはある意味、確認のためにやはり登録者が出てきてあえて打っていただいております。この数字とこの数字の配列が実際合っているかと、こちらのコピペミスがであれば、例えば1120って言ったら危ない、こっちで足りないと、これとこれが一致しないということになれば、こっちのコピペが間違っているということが伝わりますので、両方打ってください。で、ここにコピー&ペーストでできない場合と、メモリー搭載量がないとか、そういう場合ですと、ここのアップロードボタンを用意しておりますので、配列ファイルを実際にしていただいてアップロードすることが可能です。でここもベクタークロ、スクリーニングシステムに加わりますので、こちらで利用できます。それあとでちょっと実習で紹介します。で入力完了のオフクリックしますと戻ります。でここまで来ましたね。オーガニズムインフォメーション生物名を入力します。で生物名の入力というのはある意味で厄介になりますね。まあ説明はほぼ記述していただければいいですが、今回の、まあ、例ですと、マウスですね、ムスムスクラスの MRA なので、MRA 名のリストにありますので、ムスムスクラスを選びます。で、ここのリストとかですね、ここでサーチしてあるものは、JPEG コードは自動選択ですので、ここ、まあ、選択まずあるんですが、各自で選んでいただく必要はございません。で下の方スクロールしてあげるとストレングテープとここまで来ましたね。ストレイン、今回ストレインになります。クロモソームと周回帰になります。でこれはマウスのストレインを下にスクロールして打っていただく。でクロモソームが4番上になってこのページ非常に長いので見づらいかと思いますが、でさらに下に非周回帰で入力完了もクリックします。このページがある意味ややこしいかと思います。項目が今日は多すぎますので、この辺いいですか。仮になくても生物に入っているのは次に進めます。でこれちょっとお話として聞いてください。このリストにない場合どうやったらいいのという場合はこれ Other を選択します。その他の生物名にボンビックスモリックカイコですね、カイコを入力しまして、サーチをクリックするとタクソノミーデータベース上にこれを検索しに行きます。でその際生物名難しいのでスピーシーズの名称が曖昧だなという場合は一部使うワイルドカードを使います。スパイスボンビックススタート、スペーススタートというのを使って、サーチを押すと今回は、もう一つですね、当たります。で、一つだけですと、ここも自動選択されております。ただ、ボンビックススタートでは、先頭が、ジーナスがボンビックスのズラーと出ますので、
リストに存在するものがある。で、もっとサーチで当たらない、タクソノミーサービスに入ってないものは、どういうふうに登録するかという説明です。先ほどちょっと説明しましたが、バクテリアルストレインですね、バチルス SP-MH-2010、スピーシーズミローテの場合というのは、バチルス SP に登録するもので、ストレイン名を添えることで、それぞれ区別できる名称にして登録します。ですので、この MH-2010 というのはストレインですね。ですが、これをここで打って、サーチクリックしても、こんなメッセージが出ます。まあ、本当は上下ですね。そうするとどうしたらいいかと言いますと、新規生物名にチェックを入れます。でここに例えばこの生物名を報告している論文とかですね、よくある方は遺伝子情報ですね。ここはバクテリアの例ですけど、そのプラスローダーファイルとか、入れていたり。でそのデータベースに行って自動検索されないので、ジェンティックコード、ここは自分で選んでください。バクテリアですので、11番選びます。で、ストレイン、画面の下のストレインを入れて、これでやってみるができるというものです。地域性説明としては、ここにチェックを入れて、ここに入っていただいて、ジェンティックコードであれば登録できます。で、ムスムスプラスのここまで。生物名を入れました。で、肝心のフィーチャーというのを入れていきます。で今まで打ってきましたので、ここはテムマークが消えます。で、ここになんかアディショナルインフォメーション、ここにフィーチャーの入力が出ます。で、サクラでは必ずこのフィーチャーのどちらか、CDS または他のフィーチャーのどちらかを入力していたということになります。で、今回は CDS をクリックします。セグメントという欄がありますね。これは真核生物ですとエクソニトロポーズと言いますよね。そうするとエクソンを分断した部分に、プロテイン構造領域を書いていただけなきゃならない。プラットファイルをご存知の方は、CDS のポジションでジョイン括弧というのが、ジョイン括弧のポジションがカンマカンマで各セグメントで書くライターになりますので、それを書いて、その意味でそのセグメント数を書いていただく。今回は mRNA なので、連続した領域が地区画だけですので、地のままですね。で、ゲノム、真核生物のゲノムのパターンですと、これが2以上になることが多いということですね。で、これ、CDS ピッチャーをクリックします。こんな画面になります。で、ポジション。これは塩基配列、さっき入力した塩基配列の上でのポジション。塩基配列の上での5-N、3-N ですね、を書いてください。で、今回は46からスタートして924で終わるので、ここがスタートボタン、ストップボタンですね。これを打っていただいて、今回この相互差なり5-N の。5-N のとコンプリートは該当しませんので、ここはチェックしてありません。例えば、ここがスタートコドンで始まってない場合、ここにチェックですね。ストップコドンになって、部分配列になっているからですね、このチェック。で、46、逆にこっち側からスタート、こっちスタートエンドという場合は、こっち、いわゆる相互差側に、mRNA 配列なんで、ちょっと例が悪いかもしれませんが、相互差側に遺伝子がある場合は、相互差にチェックを。ことが必要になってきます。で例ではこの通りですね。プロダクトを必ず続いて打ってください。でちょっと注意点ですが、プロダクトでよく人名と同じ APP3、これアクアポリン3というプロダクトですが、こっちも略して APP3 プロテインと書くこともありますが、基本的にプロダクトというのは略称でない総称、フルネームを書いていただくことを強くお勧めしております。のでそちらを書いてください。で、ジンシンボル、これはジン、これジンのシンボルを書いていただくということになります。で、この APP3 ジンとかですね、あるいはアクアポリンは、フルで書く方がおりますが、こちらはシンボルとして APP3 のほうを書いていただくということになっております。あ、これですね。で、C
シノニマス人信号というのがもしあったら、ここに書く欄があります。で下の方ずっと続きます。で保存スタート、これは読み幕です。これもよく後の事例で紹介しますが間違いかと思います。でスタートが部分配列の場合と読み幕が 2,3 とかずれますよね。その場合ここで調整してちゃんと波の3通りになる配列が正しく配列されるかと必ず気を使って書いていただきます。次のはこれは翻訳例のパターンですね。でこれもまあ事例としては少ないんですが、ミトコンドリアのようなものですね、ストップコードで、トリアデニレーションによってストップコードが形成されるとかいう場合はこういう例外を書かなきゃいけないので、それを書いていただく。で、その他、該当項目があれば、情報を入力します。EC ナンバーとかですね、なんかファンクションが分かりましたので、書いていただく。で、割と便利なノートってなります。これ何でも書けるんですね。フリーテキストで、まあ、もちろん英語ですが、もし分かんなければ、ここにノートを英語で書いていただければ、我々がこちら内容を読み取れて、こういうところに振り分けられないかというのを、提示していきます。で、さっきのページの下、ここはあのアミノ酸の翻訳結果が出るものです。で、入力が終わったら、とクリックしますと、ジェネリックコードが自動選択されますので、自動翻訳を行って、翻訳チェックもあります。ストップコードが入っていないかとかですね、そういうチェックがあります。で、何もなければ、まあ、そのまま通ります。ここでアップすれば、これの内容が、入力される。で、エラーがあれば、エラー内容がこの画面、さっきの画面の上部に表示されるわけですね。こういうところに入力、エラー内容が出てきます。ですので、その内容を見て、適に変形配列なり、ポジションなり、この読み上げなりを書いて、修正していただくということになります。でここまで行くと、基本的に終わりです。これで登録は、登録上の入力が終わりですね。でもう一個、アディショナルインフォメーションってあります。でこれがちょっと、まあ、この中では特に的なものです。入力欄の付属やテキストの入力フォーマットがなかったことで、記載できないことがあったと思ったら、ここをクリックします。でここだけ日本語で書いていただいて OK です。こういうファイルメソッドで取ったんだけど、こう入力したけど、これでいいのかとかですね、あるいは登録者とか論文著者名がいっぱいいてですね、もっと入れたいという場合、ここにずらずらとクリック書いてください。で、これが我々の方に送られますので、修正をかけます。これを元に修正することができます。で、OK を切りますね。で、これで、まあ、一通り入力が終わりました。で、左側、修正というのはこうのここっていうのは、引っ込んでないところ、こちらのリファレンスと CTS のところはシャープ1というところを押していただければ修正できると。で、追加はリファレンスと、今フューチャーの追加と、まあ、その他フューチャーの追加はこちらからですということになります。で、ブラウズピースエントリーというやりますと自分のこれまで打った内容を閲覧できます。でそのままサブミットを押していただければ登録画面の方に遷移していきます。で本当にこちらのサブミットを打っていただければ構いません。サブミットをクリックします。この画面が出ます。ここではまだ登録完了ではありません。最終確認画面です。これはサブちょっとややこしいんですが、サブミットして次のサブミット OK をしないとダメ。サブミットはまだ確認画面だけですね。で、ここ出ますね。打ってみた内容がここであって出ます。で、ちょっと便利な機能は必ずセーブ。このまま画面をこうコピペなりとか印刷していってもいいんですが、まあ、セーブしていただきますと、これを、まあ、タブ切りで、だったテキストファイルというのをダウンロードできます。で、これを必ずセーブして、自分が打った内容が何なのかというのを手元に持っていただく。送ってしまうとちょっと送った後はですね、内容を確認できません。その場合、必ずこのエントリー ID というのを控えていただいて、こちらに問い合わせをしていただくということになります。
で、これで問題ないよということでしたら、サブミット OK をクリックする。で、修正があればもちろん大切ですね。で、今回何も見て、何も、これを何もありません。これで OK ですけど、サブミット OK で、これで、めでたく終了ということになります。で、ポイントはですね、この ID をあまり近いとすると、先ほどのページのセーブ。ではやっていたということになります。で、これはエントリー ID というもので、セッション番号であります。あくまでも登録を見分けるため、こちらで勝手にシーケンシャルを入れるという ID です。で、これは理解していたということになります。で、この画面で登録は、まあ、送信完了とありますので、登録完了しておりますが、実はもう一個、DDBJ からの自動応答メールというのが来ます。これが来ないと、自分が打ったコンタクトパースのメールアドレスがおかしいとかですね、ということになります。このメールが来ます。今、DDBJ から受け取りましたという内容ですね。まあ、内容は、まあ、これから5日以内に本確認メールに、まあ、休業メールを除く5日以内に査定して、アクセッション番号、アクセッション番号ですね。査定して何か連絡をしますという内容です。で、何かあったら桜アドになって、ここのメールアドレスに連絡していただくことになります。ご自身の、ご自身のエントリー ID と何月何日まで非公開にするという内容が出ます。で、これで、完了ということになります。で、よろしいですか。ここまで、もし質問ありましたら、で実際この後実習時間を長く設けますのでやっていただくことになります。で、その前にちょっと紹介として、さっき CDS フィーチャーを入れてきましたが、 CDS 以外のフィーチャーというのはもちろん入力する機会があるかと思います。で、例では、16S のライボソーマル RNA ですね。よくバクテリアの登録であるパターンです。で、ロダッシュ、サンダッシュは主にプライマー領域を除いたので、ノドの範囲ですね、1450ケースくらいの範囲です。で、この場合は、ファクターザーフィーチャーで、こちらを選択していただくことになります。で、ここに選択窓になっておりまして、デフォルトは RRA ですね。で、セグメントはさっきの CDS の時と同様で、ファクターザーフィーチャーをクリックしていただくということになりますが、選べるフィーチャー、その他フィーチャーというのはこれだけです。で、ご存知の方はこれだけしかないのと、なんか少ないんじゃないのと思う方もあります。実はサクラではですね、ここ最近今までの登録の、まあ、ミスとかの経験を我々がここに反映いたしまして、要はあまりにもこのフィーチャーが多すぎると、まあ、登録者が迷ってしまうと、複雑になりすぎて困ってしまうということで、よくあるパターンだけを抜粋して、あまりほとんど見かけない、我々とか桜経由で届かないデータというのを国産に届きまして、これだけに絞りました。で、PDF ファイルのでこちらをクリックしていただければ、この URL で国産にハイチデータベースで利用可能な全フィーチャーというのをご覧いただくことができます。で、これ注意ですね。これだから、国産にハイチデータベースでこれしかフィーチャーがないというわけではありません。あくまでも桜入力上の煩雑さを取り除くための処置です。それは、承知しておいてください。で、配列上のポジション、ここは一緒ですね。で、ライボソーマル RNA の場合は、今までの経験から、我々が受ける経験では、ほとんど、まあ、無効配列なんですよね。簡単に来るパターンというか、だから、ここにチェックが最初から入っております。で、プロダクトに入れて、アウトを入れていただければ良いと。まあ、基本的に CDS と同じなんですが、違うのはアミノ酸の投稿なのか、行わないかの違い。で、こっちが違っている。で、連続したアクセッション番号の発行というのが、さくらでは可能になっております。で、連続アクセッション番号の発行ですが、ちょっとさくらで入力のときは条件がございます。で、つまり登録者情報が即日公開、データ公開決定日も同じ、登録者情報が同じと、論文が同じである、つまり先ほど、例に先の方で打っていた内容というのは全部共通であると、10件
すると、こう、まあ、10メートル分打っていただく、10点分打っていただくと、例えば、ね、その対決に飛び入ることなく、シーケンシャルなセッション版を獲得することが可能であります。で、桜登録を開始していただいて、この画面、データ交換についての画面が、今通り作りますと、先ほどここに、ここに希望するはチェックしていなかったのです。連続の場合はここを希望するに必ずチェックして、ここは例では3件ってありますね。3件だったら3件、10件だったら10件、桜例は50とか100とかあまりないんです。たまに打ってくる方もあるんですね。100とか多いのは今まで500弱とかそんなものでしたね。そうすると、打っていただいて最終的に OK を取りました。で、注意があります。登録作業は、例えば100件とかもし入れてしまったり入れたい方もおりましても、1ヶ月以内に完了する。1ヶ月以上過ぎますと、この内容はクリアされる恐れになりますので、保証しません。で、データの登録内容を完了するまで、他の登録を開始することはできません。つまり、この連続アクセッション番号を希望した登録を始めますと、この最初、コンタクトパーソンの E メールアドレスを最初の方で打つんですが、その E メールアドレスがこれにもくっついてしまう。その E メールアドレスはもう連続アクセッション番号であるという見なされてしまいますので、そのメールアドレスで他の登録を始めたいというわけにはいきません。そういう縛りがありますので、まあ、打っていただいたら速やかに完了していただくということになります。で、さっきの、まあ、登録を進めていくでの違いは、ここに、これは3件中の1件目が始まりましたけど、3分の1、3分の2、3分の3と増えていきます。で、ここは一緒ですね。全部打っていきますと、で、これは1件目で全部打っていただいて、最後、サブミットというところまで打つと、こんな画面になります。で、ここも一緒です。セーブとサブミットを打って、で、まあ、セーブしていただいて、サブミットを打ってすると、1件目が、登録完了となります。で、連続アクセッション番号の希望の場合は、画面遷移がこのような画面が間に入ります。このデータは3件目中の1件目です。ってなりますので、基本的にこれで OK ということは、コンティニューをクリックする。コンティニューをクリックすることで1件目の登録がやっと完了できるということになります。で、注意するのは、ここで、まあ、キャンセルすれば元の部分、あと前の画面の部分ですが、ここでフィニッシュをしてしまうと、3件を希望して、まあ1点目で終わった、コンティニューじゃなくて間違ってフィニッシュしてしまうと、連続になりません。1点目で終わってしまいます。決めていたの、そのまま。1点だけ通る、DGB で送られるということになります。これ間違えないようにしてください、ね。で、最後の付録のところに載っているんですが、件数が多いとなかなか短時間で入力というのは件数によっては困難かと思います。で、本件取りで登録作業を、まあ、中断したいと、また何時間後かとかですね、明日にしようという場合はですね、コンティニューをクリックします。クリック。そうすると、送信されましたという画面になりますね。で、エントリー ID を書いてください。この画面でブラウザを閉じます。ブラウザ閉じるのは途中で怖いかと思いますが、閉じていただいて構いません。で、次にまた E メールアドレス、これ使った E メールアドレスを打てば2件目の入力欄が出ますので、続いて入力することができる。ここがちょっと、難しいというか注意が必要なところです。で、復活の仕方はスライド番号65日、付録の方に載せておきましたので、ご覧ください。でテンプレートというのがありまして、これちょっと後で、やってみたいと思いますが、実はテンプレートというのはその今まで打った内容を、保存することができるものですね。それで、テンプレートを保存しておいてここにまた入力すれば、そのテンプレートをご存知に、入力した内容というのを呼び出すことができて、要は、次の入力の手間を大幅に省くことができるという機能です。まあ、今回テンプレートは使いませんので、テキストサブミッションをクリックすると、次の3分の2になりますね。で、ここにまた予定変数を取り込まなければ、OK をクリック。
してしまうと2件目ではで、この例ではそれを繰り返して3件目までたどり着きましたという画面です。で3件目中の3件目で最後ですので、最後だからコンティニューでもフィニッシュでも同じになります。全件登録完了で、まとめてこうあのエントリー ID のグラフがずらっと出ます。それで全てのデータ送信が完了いたしましたとメッセージが出ます。これでコントロールの3件を希望した通りの連続登録が完了したということになります。で DDDJ から自動応答で登録確認メールが、送信されますが、違いは、ですね、エントリー ID が登録した分だけ、入力した分だけこうグラグラグラと出る。でこちらも同じですね、基本的に休業日ですね、 DDDJ の休業日を除いて5日という記念を設けております。5日を過ぎても DDDJ から質問なりセッション番号の送信なりの連絡のない場合は必ずこちらに桜ハートの DDDJ に連絡くださいという内容です。これさっきのフロークです。でこちらのご自身でやっていただいて、ここですね、テンプレートのところ、テンプレートの説明ですが、この例では登録者情報と文献情報を、テンプレートとして保存、入力した内容を保存しておけるという機能ですね。で次の次回の登録にそれをまた同じような登録を使おうということを、目論で保存しておこうということです。でこれは例では登録者情報と文献情報までここまで入力しました。でこのページで情報入力メインページでセーブアズテンプレートですね、ここをクリックします。そうするとテンプレートは保存されましたという画面出ます。この T77750144、 よく見るとここのエントリー ID も年月日とその時間とその小数多いまでの要素ですね、で ID としております。でテンプレートの場合頭にエントリー ID と違って必ず T というのがつきます。 T 必要ですので、テンプレートを考えると注意してください。で記録も OK をクリックすればテンプレート ID、 これを用いて呼び出すことも可能です。で、テンプレートビューのなさくらと画面からメールアドレスとテンプレート ID を打っていただいて、でこれとこの組み合わせはテンプレート ID を保存時に用いたメールアドレスになってきます。他人のは使えませんし、自分でいくつかメールを持っている場合は気をつけてくださいね。その組み合わせが重要です。一致しないといけません。で OK をクリックすると、この画面になって、この画面のここで OK を押すと、もうあれです、登録者情報とリファレンス情報がもう入力された状態から次の入力を始めることができます。はい、で連続アクセッション番号登録時の中断をちょっと説明してください。でさっきの画面、ネクストサブミッションでブラウザを閉じる。連続1件打った後の画面ですね。でこの ID は必ず控えておいてください。これ閉じます。で桜トップ画面から連続アクセッション番号を希望したときは呼び出すのが非常に楽です。メールアドレスだけで出るんですね。このメールアドレスを打ちます。で OK をクリックすれば、いいわけです。で注意、この、ここに書いてある通り連続アクセッション番号の登録は E メールの入力で再開可能です。つまり言い換えますと、これが連続アクセッション番号の登録が完了されない限りは同じ E メールで登録を開始することはできません。これは注意してください。そうするとこの画面になって、次にさっき1点目で終わったから、2点目の登録を再開できるということになりますね。で、次にすると入ります。で、さくらに関する質問は資料に書いてあるとおり、こちらのアドレスが。で、もう一個紹介したいのは、そのアクセッション番号を発行した後っていうのはどうやって修正したらいいかということを質問されるんですが、DDBJ のトップページからデータの修正更新というのをクリックしていただきますと、この修正更新は DDBJ、我々の中では DDBJ ア
デートの中に飛んでいます。BDDJ アップデートについての説明が出ます。で、宛先もこちらにメールしてください。論文が出ましたとかですね、登録者を増やしたい、減らしたいとか変えたいという場合ですね、アノテーションを変えたいという場合は、こちらにメールしていただくことになります。で、以上がですね。で、先ほどのこの任務のページ、ございますね。で実際にサンプル1は今の講習内でやってきました。でサンプル 1-2-3-4 でございますので、時間の許す限り、練習していただければと思います。で私の方でもちょっとここで説明しながらいきます。で皆さんもそのクリックして、クリックしますとですね、多分サンプル1プライムコンタクト、ここは各自のネームプレートを見てくださいね。でコンタクトパーソン情報になります。ここのダミーデータを用意してきました。まあ、この通り、まあ、本当に入力欄に書いていただくとか、コピー&ペーストしていただければ、入力を、登録の練習を行うことができます。はい。で、皆さんが、出回っておりますので、質問がある方は、テクニックしていただければ答えます。で、この間、私の方でも、説明していきます。で先ほどベクターコンタミという話がありました。で、サンプル1ダッシュというです、ね、説明あります。 AKP にアクアポリン3電子の mRNA 配列の登録なんだけども、これわざとベクター配列を混ぜております。でこの時にどうベクターチェックシステムを使うとどうなるかというのを説明します。でこれダミーの配列マッチポジション1から3で6ベースペアの怪しいですね。ベクター領域です、ね、それとクローニングベクターは PTX398 とありますね。パラメータベクターです。1から36というのは、まあ、ちょうど今これ加入してますね。この部分ですね。この部分は除いて登録する。この部分は黒いところは入れてはいけません。絶対入れてはいけません。まあ、もちろんクローニングベクター自体の配列を登録すると。そういう場合は別ですね。そういう場合は別ですが、生物はあくまでもムスムスクラスですので、この領域はマウス由来ではありませんから、これはベクター由来ですので、入れてはいけません。でこれは当事者自身がですね、やっていただかないと、まあ、我々はこれはベクタースクリーニングやブラストベースでやっておりますので、これが短くなっていくと、ブラストでなかなか発見は困難になってきます。これは長いので分かったわけですが。登録者自身が自分のメソッドをしてそのここはベクターだねということを確保していただかないと、分からない、なかなか分からない問題ということでございます。でこの3分の1くらいのではあとこのここを除いてここから入力していただければ紙の作業問題ができます。しながら話をしていただけると思いますが、我々アノケーターですのでいろんなことを査定しているのかというのは、まあ、お話として聞いてみてください。これ気軽に聞いていただけると思うんですが、これは、配列がこう送られてきましたと、まあ、一見していいんじゃないかと、良さそうですよね。グラフを取るとプラスマイナスできます。ブラストの相手はこの 16S リボソームのアラーニが順序的に登録されています。それに対してストランドが逆になって当たるということは、この配列が
向きが逆、相互様。相互様に16室というクラウドがあるんだけど、そこが逆になっているというものですね。そうすると、この配列を、変換、リバースコンプリメントに繰り返すという作業を、行います。でこれを、登録者に言ってですね、なんか逆ですよということを言って、修正するということになります。もしくは配列の向きはコマまで、ここにポジションのコンプリメントとここに先頭につけます。すると向きがアノテーションのこの位置と一致しますよね。これが変形で配列が逆というパターンですね。でこれ環境サンプルの登録。これもどこが悪いか分かりますかね。内容としてはシュードモナスでスピーシーズできましたとストレーニングを書いております。で、ゲノムの配列で、16S で、ブラストの向きはこれで合ってました。で、配列のポジションもあって、ラットローンというのは程度、移動程度情報で、これも合ってました。これも書いてあるし、エンバラメンタルサンプルというのは、バイオ、単にバイオレベルに直接 PCR で、配列だけを得たというのであります。で、シーウォーター、海水から取りましたね。変異良さそうですが、ブラストを取ってみますと、入ってきたこの生物名とブラスト名とすでに報告されている問いが一致しました。これがいけないですね。つまりこれ、この配列自体は環境サンプルから取ったので、これとは一致するわけありません。WPC。だから、ただのブラスト、環境サンプルでブラストの結果のその生物名そのまま入ってくるのかな。WPC で利用して、それには絶対一致しないので、これは別の登録者。別の研究者なんですけどね、これは修正になります。で、この修正パターンというのは、ここ、アンカルチャーとシュードモナス SQ。これが正しい登録内容になります。で、これを我々が経由して、登録者に言って直していただくということになります。で、次。でこれ、タイトルで言えば、どんな目がしていますか。で、オクラズパターンが、CO1、サイトクロモキシベース1という登録で、生物名をちゃんと書いてストレーニングのプロタイプもあります。これも、内容ブラストとっても合ってました。ですが、入力時に、実はこの途中にストップコードがあって、どうしてもサクラで入力できませんということが、クレームを受けました。これは何でかというと、ミトコンドリアというミトコンドリア由来ですので、ミトコンドリアというオルガネラを指定しないといけないんですね。というのは、これを指定しませんと、GENETICコードはデフォルトでスタンダードの1という、真核生物のスタンダードのデフォルトのトランスレーションコードのテーブル1が適用されます。で違うというのは、PGA が、トリプルコーカーかストップコードかもしれないですね。1というのはストップコードになってしまいますので、デフォルトのままではこれだと翻訳エラーが必ず起こります。でオルガネラミトコンドリアという電子忘れと言いますと、テーブル5が適用されません。これを指定することでトランスレーションテーブル5が適用されて、ストップコードがトリプトファンに翻訳されて正常に翻訳できるということになります。これもよくあるパターンですね。で我々ですと、もうこのこれでエラーが起きるなり、例えばよくエラーが起きるとここに、翻訳、ここ CDS をミスクフィーチャーとかですね、アミノ酸翻訳しないフィーチャーとか、アミノ酸をつけないのはシードというコーディファイアつけると、アミノ酸に翻訳されないので、とりあえず登録ができます。で我々の内部で見てこれ翻訳できるし、でこの人名のパターンですね。CO1 だからミトコンドリアじゃないのというふうに言って、登録者に問い合わせて修正します。で、もう一個、この RBCL という遺伝子、これルビスコの遺伝子ですね。これも、プラス1度、クロロプラスト、クロロプラスト由来の知っていますけど、クロロプラストは、テリウム11番というトランスレーションコードを使います。で11番とスタンダードの1番とかあんまり変わらないので、翻訳エラーが起きないことが多いんですが、
雇用して指示忘れが多い。で、我々の方で修正します。でこれ、これはどこがまめるか分かりますかね。それぞれ書いてあります。さっきと一緒。ミトコンドリアの方を指定しました。さっきの違いはここです。ポジションを1から出て、514ベースで、3から514、コロンスタート1、プレミアムアプリ1。これが間違いです。CTS というのは、この3以下の上流にもこう続いているわけですね。この場合は、1から514。で、ここのスタートを3にしないといけない。5かと言うんです。こんなにとある方なんですね。アミノ酸の脈で合わせるのは、CTS というのはあくまでも、領域で、適配率の領域がつながっているのは、そこで指定していただく。上流脈はあくまでも、ここのスタートで合わせる。注意してください。で、これ最後の、タイトル通り、ちょっと面倒くさいセッションマナーの通りでありますが、ここ CBS は本当は取れるんです。リスクフィーチャーで予約しておきます。と、リスクフィーチャーの場合はですね、アミノ酸で、翻訳チェックとかしないで、ちょっと入力が早いんです。何件も登録する場合は、そのテンプレートを使った利用して登録される場合は非常にスピーディーに入力できるのでこのまま入れてきてしまうことが多いですが、こうやると我々の方でなかなか手直しが大変になるということですね。正しくこういうのをつけなきゃいけない。そちらの典型的な入力、誤った入力というのを5つ紹介しました。で、引き続きですね、練習を見てください。で、トレーニングの1、ダッシュまで使ったとして、本当にトレーニングに読めますかね。頭の部分を全部一緒にしてあります。この登録者情報とかですね。この頭の部分、リバインスはそれぞれで1個ずつ書いてあります。この練習は、あれですね、タクソノミーデータベースに登録がないというパターンですね。最後に入力していっています。質問がある方は適宜言っていただければ答えますので、サーチを検索できない例の生物名入力のところの手前まで今来ました。で、生物名をその他でサーチ検索できませんでした。ここで入れます。で、スペルミスとかと言います。スペルミスもたまにございますが、それは各自確認してください。これもちろんスペルミスありません。この場合はここにそのままでハザーでその他生物を入れていただいて、新規生物名をクリックし
て、イメージ用語になり、これバチルスなんで、仮にここに書いていただいてもバチルスが有名ですので分かります。これから論文で、新種とかを発表されたい場合はですね、リファレンスで自分の論文で報告しますとかですね、英語で、あるいはリネージをここに書いていただかないと、新しいので、なかなかそのタクソノミーデータベースをどこに登録するか、どの位置に登録したらいいかというのが分からないので、必ず書いてください。もし書いてなくても、我々から、登録者に質問があります。情報をお知らせくださいという内容の質問があります。これ、書いていただいて、これは、リモソーマルアレンジですね。セーブするとこんな画面になります。ここはタブ区切りなんですね。ここですので、便利なところは Excel、表計算ソフトをお持ちの方はちょっとここ貼っていただくとこんな感じで見やすく表現できますよと、管理できますよというのですね。で、これで、セーブして、OK ですね、サミットを受けて、送信されましたと。これで管理のサンプルに。ですので、何名入れていただいてもいいし、1人だけでも通りますので、必ずしもその書いてある通りというわけでなくても大丈夫です。参照ですね、載せてあります。
シュエンドが、ロゴ配列、サニバシュエンドがントコンプリートです。CRT、シトクロームビュー。CRT、今、フォロムパート、タイパー1なので、これでアップとしますと、翻訳が終了しましたので、ここに反応されるような自動翻訳ですね、ではありませんかと打ちます。で、今回ちょっとこの説明の方法、まあ、テンプレートの別のやり方で言いましたが、説明しましたが、セーザーズテンプレートでちょっと機能を追加してもらいます。セーザーズテンプレート、まあ、一瞬にこう出ますね。これが保存されましたと出ますので、ちょっとペーストしてここに保存しておきます。で、連続アクセッション番号を記号した場合というのはちょっとテンプレートの保存というところで面白い機能があります。ロックして取り戻っていただいて、1件目これで3分の1で打ちました、打ち終わりました。サブミットします。で、確認画面に上げて一緒ですね。で、サブミットOK。で、この次に2件目に行きます。で、ここにもう入ってますね。この番号と一緒の49.1.49.49。この番号と番号の一緒の内容が入ってます。ここに説明ありますが、最後に保存された時のテンプレート ID が出てます。これをちょっと利用すると、2件目の入力が楽になります。つまり、連続アクセッション番号登録で、登録内容の1件目、2件目、3件目と打っている内容で、内容が類似している場合、例えば生物名は一緒で、ストレインだけ違うとかですね。そういう場合は、テンプレートを保存しておいて、生物名一緒だから、生物名とドラマは打ち直さなくていいということになります。スタートフロムテンプレートこれ、CDS のタンパクコード領域の登録ですが、例えばもっと 16S リボソマル RNA で全部配列帳が一緒とかになりますと、これを使うとかなり早く登録することができます。で、まあ、どっちにクリックしていただくのですが、今回ちょっとスタートフロムテンプレートということで、ここを打っていきます。3分の2になって、ここを打っていきますね。3分の2でテンプレート。2件目ですが、さっきテンプレートから始めなければ、ここはまだ入力がされてないんですが、テンプレートを使いましたので、テンプレート保存時に入力した内容がここにも入っているんです。わかります。で、差し替えるところだけを書いていけば、ね、シーケンスが違いますので、ここは全部今回の1141だから一緒で、2件目はここだけ差し替えてですね。差し替えました。差し替えたらアップデートします。で、オーガニズムインフォメーション。生物名、例えば、一緒生物名一緒で、アイソレートだけがこう違うなら、ここだけ入力を差し替えます。ここでアップデートしていきます。ミトコンドリアも入ってますね。するとアイソレートここですね。002とでアップデートする。CDS もポジションは一緒なので、ここはもう変更なし、変更なし、変更なし。アミノ酸列だけ変えればいいから、ここをちょっと不安にしてアップデートといけば、さっき入力した配列表で。翻訳がかかります。ここに入ったままですとエラーになっちゃいますからね。一致しませんとエラーになっちゃいます。必ずこれを消してから、アップデートすると、その入力した2件目の配列上の翻訳ができる。これがアップデートと。そうすると早いですね。いちいち打ち直さない。
いても特に国よりこれからあのなんかアウトプットがあるかというとそうでもありませんので、まあ、エラーなく登録できればそういうことですね。で、今3まで来ましたね。トマホーはですね、ちょっと、まあ、最後時間ばかりですが、CDS 以外にも RRM とか TRM を登録しましょうができますよというふうに加えて、まあ、3つのフィーチャー登録になります。で、まあ、多分サンプル4の方が、ね、面白いかと思います。これはちょっと説明書内では、一部、まあ、説明だけなくしてもらっているのが、ヘクソニトロ構造を待つ場合の登録。これ入力欄は、ですね、ちょっと長いんですが、セグメントが6個あるんですね。これも入れてみます。配列上の75から加算していると、これをまあつなげた形で、翻訳して翻訳されます。さくらでは残念ながらですね、この ORF のポジション上の、ポジション上の ORF をフレームごとに予測するとか、手助けするような機能はございませんので、本部分はやはり各自で出していた、あるいは使いづらいということで、何かアンケートの後であるかと思いますが、要請してください。ちょっとプラグチな部分も構いませんので。で、翻訳
登録者の情報です。で、今、大沢っていうところが、ここが登録者なんですね。で、ここでよく1名だけしか入れてこない方がおりまして、例えば、研究室の学生さんだけの名前をここに書いてるという方ですと、学生さんだと何年経つか研究室で出てきたりして、連絡が取れなくなってしまうんですね。そういう場合は、できればその代表者、ボスの名前を、そういう登録者に必ず添えていただくようなことをお願いしております。なので、1人だけ書いていた場合は、我々の方でまたメールして、追加できないかというお願いを実施します。なので、今はこの登録者と連絡が取り合うことができれば、我々が提示して直せないかということで、またこの内容を固められるんですが、今より登録者だけがこの権利を有するという理由がありますので、我々の方で勝手に、アノテーションを変えてしまうわけが、もちろんこの書き方のルールがかかれば、その書式に沿った書き方になるんですが、この例えば遺伝子名を全く違う名前に変えられるんじゃないかという第三者からクレームがあって、それで我々の方で勝手に変えるというわけではありません。必ず登録者に連絡を取ります。ので必ずなので登録者として連絡が取れるようにしていただきたいというのが我々のお願いです。ありがとうございます。